初期案はですね、実はこんな感じでした。これ本当にもうダダダダダダとね、簡単に書いた、あくまでラフなので、バランスもろもろは気にしないでくださいね。で、髪型差分と上着がついたのがこちら。わかるかな？ちょっと低めのお下げ、ロングお下げですね。あとセーラー服。そう、最初はあやめちゃんからこういうのがいいですって要望があって、そうそうそう、これにして。でもやっぱりもうちょっとなんかゲーマーっぽいっていうか、パンクストリート系かっこいい目にしたいっていうことで今の形になりました。私は個人的にはこれを激推ししてました。このポンデリングロングヘアポンデリングだよねこれそう、だってソートしか呼べないんだもん。これファイル名もね、ポンデリングお嬢 .jpg ってなってるこれは残念ながらボツになってしまったので、まあ、いつかのタイミングで描きたいなと思います。あとね、もうこれもほんとギリまで決定校だったんだけど、最初はね、ポニーテールの予定だったんですよ。こんな感じ見えてるかな。お嬢がポンし私はそんなこと言ってないからな。これほんとギリギリまではね、これで、これの3択のうちのどれかになってました。でもうほぼこれで決定ってなってたんですけど、やっぱりツインで見たいということだったので、その次の案がこれですね。これはもう完全に清掃しちゃってるので、直前までこれでっていう感じでした。ただ実際に採用されたやつとはどっかが違うんです。どこかわかるかな。ツインテールの位置が低いんですよ。そうそうなんです。最初はね、ツインテールの位置ガッと下げてあって、ローツインテだったんですよ。けど最終的に採用されたのはこちら、こちら、あれ、こちらそう、こちら高い位置でのツインテールですね。うん。でさあ、まあちょっとめたい話になるのかなあやめちゃんのさ、初期イラストってさ、今から数えたらもう3年近く前になるわけだから、結構まあ絵柄的にも古いので、ちょっとこう、なんだろう、塗り方とか若干のバランスを整えたいって言ったら、それはダメだったので却下されてしまったので、いつかね、あやめちゃんもちょっともっとお化粧を可愛くね、さらに可愛くアップデートできる日が来たらいいなと、イラストレーター目線でそう思います次の新衣装は何になるか、皆さん今から想像して楽しみにしていてください。よし、ということで、トークテーマも残り3つですね。最後の重大告知を含めて